小山飛門は、千葉県松戸市にある三連アーチ構造のレンガ造り、水門である。1898年に、坂川の逆流防止のため建設されたが、現在ではその役目を終えて、坂川を渡る、千葉県道午後松戸の打線の道路橋として、利用されており、レンガ橋や、メガネ橋と呼ばれている。千葉県内に現存する、レンガ造りの水門で最も古いものである。 小山飛門は1898年、松戸市内を流れる坂川に、江戸川からの逆流防止のため建造された、レンガ造りの水門である。柳原水口から、松戸の市街地に向かい江戸川に波流する坂川を遡っていき、最も、江戸川に接近するあたりに存在する。この紐により、目前には、水戸藩最後の藩主で、徳川義信の弟、 徳川秋武の邸宅であったと定々や松戸市子定歴史観のある丘が見える。1904年の柳原水港完成より6年、古く1908年のレンガ橋の最古とされる、東京の水元公園の大場川に現存する、校門より10年も古いものであり、通称、レンガ橋、メガネ橋とも呼ばれているが、秘門のため橋としての正式な名前はない。 2016年11月14日に土木学会戦勝土木遺産に登録された。河川改修の当初計画では掛け替えが予定されていた。取り壊し理由としては大雨による洪水時に幅が広い橋脚が水をせき止めてしまうことが原因とされていた。しかし、1997年、坂川河川再生事業の中で橋の取り壊しが見直され、 保存されることとなった。ありがとうございます。